はい。皆さん、こんにちは。ラジオ番組、ギブギブギブ。今週も、ラジオ番組が、始まりました。9月7日、沖縄はまだまだ、熱い栄えたオンですが、今日はですね、この番組で初めてですね、沖縄、在勤在住の方にお越しいただいて、オンゾンご自身の、ことをアピールしていただこうかと思っております。今日はですね、沖縄でですね、子供たちにバスケットボールの、指導をされている金城さんにお越しいただきました。金城さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。じゃあですね、まず金城さんの自己紹介ですね、お願いしてもよろしいでしょうか。はい、わかりました。金城茂之と言います。沖縄県浦添市出身で、元プロバスケットボール選手で、はい。16年、コーチも合わせて16年、プロの世界で、バスケットを学んできました。で、地元の琉球ゴールデンキングスに、創設時から2007年から12年在籍してました。はい。はい。あ、あ以上りがとうございます。あ、はい。あと、沖縄アリーナの方にあ、はですい。ね、僕が現役時代に着用してた背番号6番も一応永久欠番として、お、そうなんですね。琉球ゴールデンキングスの試合の際には上の方に飾ってますので、へえ、そうですか、そうです機会か。があればぜひ注目してみてください。はい、よろしくお願いします。りがとうございます。ぜひともね、ラジオ聞かれている方、永久欠番6番のユニフォームもぜひ、実際の会場まで、見ていただけると、よろしいかと思います。はい。そんな金城さんですけども、今その子供たちに対してバスケットを教えているということなんですが、当然バスケットをね、ずっともう幼少期の頃からやってらっしゃったと思うんですけども、そのプロでの活躍っていうのはどんな形だったんですか？そうですね。22歳、大学新卒からプロの世界に動きまして、で、入団当初は、まあ、チームとしての成績もそんなに良くなかったんですけども、この後、まあ、運も良く、琉球ゴールデンキングスというチームは、なんていうんですか、毎年上位に食い込むような成績を残せるようなチームになることができそうでますか、しそうた。ですか。はい。で、僕自身も、若い頃は、本当エネルギッシュで、力も有り余ってて、で、チームにも、メインのプレイヤーとして使ってもらうことが多かったです。ただ、怪我をきっかけに、ああ、そうなんですちか。ょっと成績は下がっていって、個人成績は下がっていって、その中で、メインではなく、脇役という形なんですけども、まあ、長くプレーを、することはできたかなという感じのバスケット人生でした。やっぱ永久掲示板になるっていうことは、そういった選手時代の、輝しい生活だけ、成績だけじゃなく、サポート。したところが、認められて、永久欠番っていうのがね、いただけたということは、素晴らしいことかとね、思いますね。ありがとうございます。で、そんなね、素晴らしいご経験をもとにですね、今、やってらっしゃるのが、主にこう小学生、中学生に対して、こうバスケットボールをこう教えるという、ことをやってらっしゃるかと思うんですけども、それの活動内容とかもお話しいただいてもよろしいですか？主に小学生をメインで行ってるんですけども、まあ、中学生までを対象としているバスケットのスクールを開講しております。で、月曜から金曜まで、毎日4時、8時頃までですかね、バスケットのクラスをそれぞれ4つに分けて、開いてます。4時からが、大きく分けると未経験低学年。5時からが、まあ、3、4年、6時からが5、6年、7時からが中学生っていう感じで分けてるんですけども、まあ、今はまあもうレベルに合わせて、まあ、学年にとらわれず、上というか、まあ、上級生と交えてやろうかとか、ああ、なるほど、なるほど。学生でも初めてだったら、
まあ、一番最初の4時から始めてもらうような形で、バスケットの塾を開講してます。内容はもう個人練習というよりは、バスケットは5対5でやるスポーツなので、そこの5対5で生きるような、なんていうんですかね、スキル、テクニックはもちろんですけども、そこよりもまずはどういうふうにバスケットの試合が運ばれてるかっていう、結構勉強に近いスクールを開いてます。そうなんですね。はい。そのバスケットの、コーチなんですかね、塾を開こうと思ったきっかけっていうのは何なんですか？きっかけはそうですね。僕も、もともとは、僕が現役時代に、習ってきた練習っていうのが、やっぱり、学校、部活、小学、中学時代に習ってきたのと全く違くて、そうなんですね。ここで結構衝撃を覚えて、これはぜひとも次世代に残したいと思って、次世代に。のがきっかけではありました。はい。そのバスケットを通じた、何かこういった、人間教育っていうんですかね。体力だけじゃなく、知力とか、チームワークとか、いうところも、すごくこう力入れてらっしゃる感じですか？そうですね。やっぱり最初はそうやって技術の方を注目してたんですけど、個人的にも。やっぱり教えていく中だったり、この沖縄県のバスケットボール業界の現状を実際に見たときに、個人はそこじゃなくて、やっぱりバスケットボールの試合っていうものにもっと注目していかないなといけないと思って、中で大事なものが、一番はやっぱり人間育成が大事かと思うようになりました。というのも、一人で、5人に対してボールは1つしかないので、一人だけ活躍しても、じゃあ残り4人どうするんだみたいなのが、自分の中でも矛盾って思ってて、解決方法っていうのが、やっぱりさっき言った5対5の中で使える練習っていうものと、あとは、バスケットボールを通して、人間育成につなげていかないといけないなっていうのが、ところがありました。というのもやっぱり、挨拶や礼、もちろんですけども、仲間がいいプレーしたときに、ただ黙ってるんじゃなくて、いい掛け合いだったり、あとは、バスケットの中で監督、コーチ、選手っていう立場があると思うんですけど、コーチが言うものに対してただ反応するだけでなくて、そこに自分の中の考え方っていうのをどういうふうにアジャストして切っていくかっていうのも大事だと思いましたし、その時の練習で自分だけでやってるのではなくて、親のサポート、いろんな人の時間を使って自分が練習できてるっていう当たり前のことじゃないっていうのを僕も現役時代からずっと言われてきたので、誠実さを持っていけば、感謝の気持ちも持ちつつ、練習、限られた時間で練習してるっていうものが意識にもつながって、より良い質の高い練習に臨める現場にしていきたいなと思いまして、そこをちょこちょこ伝えていくようにしてます。そうですか。もう確かにいろんな方のね、支えがあって、その練習時間、本人は練習に専念、にしてもらいたいと思う反面、やっぱ親が送り迎えしたりとか、コーチの方がフォローしたりとか、あとはそういったね、水分補給でこうね、ドリンク作ったりとか、あと会場の、セッティングとか、あと片付けとか、もう言ったらキリがないと思うんですけど、周りの方がこう、あとボールをね、作ってくれる方とか、ちょっと極論ですけど、そういうところで皆さんのサポートがあって、こう練習ができて、じゃあ試合に臨んでっていう、そのやっぱりこう、自分たちなんでそこでできるのかっていうところは大事なんでしょうね。そうですね。やっぱりもう、バスケットだけじゃないと思うんですけど、何かがうまいだけだと、人は応援してくれないなっていうのが思うようになる。経験もしてなくて、応援される選手がどういう選手なのかっていうのを考えたときに、当たり前のことを誰よりも高いレベルでやってる人っていうのが、
人は魅了されるのかなと思いまして、挨拶もですけど、仲間への鼓舞だったり、というのを多く輩出できるような場所を目指して作っていってます、今も。もうそれこそ銀城さん、現役時代にできてたことがをその通りこう子供に教えてるっていう感じですかね。きっとファそうンでもたすくね。さんね、いらっしゃったと思いますし。はい。まあ、自分が知らないことは言えないので、やったものを伝えれるように。なるほどな。金城さん自身もね、すごいプレイヤーで、まあ、さっきに怪我とかね、まあ、されてってあってますけど、やっぱりこうね、いろんなファンの方の支えがあったからこそ、やっぱりこういった、やっぱバスケットの良さだったりとか、抑えていきたいっていう、こう、すごいね、こう気持ちはもうすごくね、伝わりますね。はい、そうです。はい。で、まあ、一応ね、リスナーの方はね、まあ、車で聞いてる方多いんじゃないかとは思うんですけども、まあ、車ね、降りられて、まあ、スマホかなんかね、ちょっとね、検索していただくと、出てきますので、まあ、見ていただけるとね、嬉しくね、思ったりしますけども、なるほど。そういった今ね、ちょっとバスケット中心の話したんですけども、この沖縄のバスケット事情っていうのは、その野球とかサッカーがある、まあ、ある中で、バスケットのその知名度ってどんな感じなんですか？沖縄県だとバスケットは人気の高いスポーツの一つだと思いますね。おお、なるほど、なるほど、なるほど、なるほここにど。対してバスケットやってる人は割と多いんじゃない。環境的にも、室内の体育館はちょっと少ないんですけど、逆そうなんにですね。外、屋外にバスケットリングが設置されてる場所がすごく多くて、なるほど、なるほど、なるほど。ここでもう簡単にバスケットできる場所が外ってイメージですね。なんかね、バスケットって言ってやっぱこう、体育館の中のスポーツって思いきや、そう、屋外でも、こう、まあ公園にゴールがあって、そこで皆さんこう、群がってこう、ボール入れたりとか、まあそういったシーンが多いってことですね。そうですね。なんか借りる手間とかがないのが外の一番大きいメリットですよね。つらっと行って。まあ、雨って気にすれしなければという感じですけども。晴れてれば、あと早いもん順で場所があれはい。ば、まあ、早めの順でできてしまうっていう手軽に。そうですね。まあでも、ボールは結構誰のものでもないので、先に埋めてる場合とかに、今ちょっとわかんないですけど、昔とかは、そのまま、グループ同士でゲームしたり、だったり。なるほど、なるほど。なんかね、そんなやっぱイメージって多いですよね。その他のスポーツもサッカーも。まあ、野球もまた昔になっちゃうと思うんですけど、まあ、草っぱらあれば、なんか何か集まったら、空き家ついたら、道の人と試合してたとかね。ね。バスケットも多いですね。今そうもで多分、すよね。えはい、各公園にリングあると思うんですけど、え。結構見らええ、ええ。れるのかなと思います。ああ、まあ、そういうところからね、こう、まあ、友達のね、つながりとかね、子供だからこそね、できたりとかいうのもね、まあ、大人もね、やってたりもする方もね、いるでしょうし、すごくいい光景ですよね。そうです。ああ、なるほど、なるほど。あ、もう沖縄じゃそういったも熱が、まあ、高いと。だからこそ、そういった、土台からしっかりと教えていきたいという、まあ、思いが強いということですね。そうですね。まあ、外でやるバスケットはすごく自由度も高くて、そこの良さは良さで良くて、また5対5になると、もうちょっと作戦っていうか、なるバスほど、なるほど。ケ攻めみたいのがあるので、まあ、SNS だったりで、個人技のスキルの練習方法みたいなのをたくさん紹介されてるんですけども、5対5の情報というのがあまりにも少なすぎて、そうなんですね。ちょっとなんか、バスケットのゲームの中で、ちょっとうまく説明できないんですけど、変なことを言ってるんです。そうなんですね。個人技がすごい、ね、突発して、一人来てるような状況。この状況の中に5対5の動きもちゃんとミックスできるようになれば、もっともっとレベルも上がる、いいなる環境ほど。ってるかなと思いますね。なるほど、なるほど、なるちょっとバスケット、さっきも言いましたけど、琉球ゴールデンキングスがずっと
毎年上位に争うので、おお、はい。県内のメディアでもすごい取り上げられますし、えで、沖え、ええ。縄アリーナという大きなあ、はい。アリーナができて、そこで昨はい。年はフィーバーのワールドカップも行われて、おお、なるほど、なるほど。国の選手が来て、それを実際生で見て、またさらに沖縄のバスケ熱がすごい高まっているので、はいはい。はいはいこのはいはい。波にうまく乗れればなと思いまして。おー、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。はい。もう、ワールドカップって、やっぱりこう地名でめちゃめちゃあると思ってまして、はい。ちょっとこれ打ち合わせで言わなかったんですけど、私埼玉の熊谷の方に拠点がありまして、ラグビーのワールドカップで、結構こうラグビー熱が、また熊谷ってエリアはラグビーが有名だったんですけど、ああ、そうですこうね。さらにこう熱が高まってはい、そうっでていすね。うのがあるので、もう沖縄もまさしくこのバスケットのワールドカップが開かれて、世界各国の選手、まあ、ああいう選手、私になりたいわとか、いうね、お子さんが増えて、で、金城さんのところで、教わった方が将来、こう、世界の各地のどこかで、こうワールドカップで活躍するっていうのは、すごくなんか、もうやりがいがある、ところじゃないですか。そうですね。まあ、長い目で見て、いい選はい。手が、ように、僕自身も頑張っていかないといけないなと。ああ、なるほど。で、まあ、昔だと結構ね、練習とかをね、ハードでこうきつくて、まあそういう、まあ、時代もあったかと思うんですけど、まあ今おそらくそういった、まああるんだとは思うんですけども、そういったこうなんか、楽しく、面白さを伝えるっていうところ、どんな工夫をされてらっしゃるんですか？そうですね。まあ、結構楽しくっていうと、漠然としてて難しいんですけども、2種類分けてますね。やっぱり、あ、2種類。はい。はい、まあ、低学年だったり、高学年で主に分けてるんですけども、低学年の場合は、やっぱり、まあ、あまり考えずに、体を動かしながら、バスケットボールを使って、誰でもできる簡単なことから、楽しませるように工夫してます。まあ、走るとか、ああ、はい、飛はい。ぶ。やっぱ、シュートを決めるってやると、やっぱり小さい頃、最初の方ってバスケットのシュート結構難しくて、でも上にあって高いところで、届く届かない問題もまず出てくるので、ああ、確かに確かに確かに。そこじゃなくて、まず誰でもできる、走はい。る、飛ぶの方に、フォーカスしてやるようにしてます。で、はい。逆に高学年の方は、そういう楽しさじゃなくて、バスケットの知識を知る楽しさっていう方に、フォーカスして、まあ、新しい体験を習得してもらって、それを、まあ、どこでできるかわかりませんけど、この自分の部活だったりに持ち帰った時に、発揮できるように促す、そういう楽しさを提供できるのは、はい、してます。で、ちょっとした技とかがこう教わったら、それを試合とか、まあ、部活とかで披露できて、それは嬉しいでしょうね。そうですね。もう本ね。当、割とでも当たり前のことをさせているので、あ、そそうなんれでを、すね。この当たり前をどこで使うかがわからないっていうことが、すごい、割とその状況説明っていうのが、かなり多い方かなと思いますね。確かにバスケットこう目まぐるしく展開がね、変わるから、ただはい。状況のスピードの適応能力ってすごい求められるなっていうのが。そうですね。本当、判断ね。の連続はい。のスポーツなので、そうですよはい。だから、予ね。備知識ある人の方が、割と、有利に運びやすい場面が多いスポーツであります。そうですよね。まあ、同じくこうね、連続するスポーツ、そう、サッカーとかラグビーとかありますけど、結構こう、長くこう、飛ぶ瞬間がね、あるから、まあ、ちょっと考える時間もあるんだとは思うんですけども、バスケって長くても、その数秒ですもんね。スンってこう、引くようなね、イメージが。早ければ秒ぐらいで1回の攻撃終わる場合もあるので、そうですよね。こう、右、左、こう、どんどん行きますもんね。瞬間の判断とかがすごい大事になってくるスポーツですね。そうですね。これね、下手なし、一人がゴールで待ってて、こう、味方がこう、ね、今、遠投して投げて、ポッている、じゃあ、絶対ダメですもんね。
や、別に OK なんですあ、けど、OK ですか ?OK ですか はそうい、でも割と対策されやすいか。ああ、なるほど、なるほど。ことなので、そうなんです結構ね。難しいですね。はい。よくこうですね、小学校これだと、私実はね、ちょっと画面じゃわからないんですけど、結構ね、上背があるんですよ。あ、そうなんですね。で、小学校のから大きかったんですけど、よく、お前ゴール前立っとけって言われて、ミカ投げはたから、ヒュッて入れるっていう、そう、入れるかかやったんです、マジ。い。まあ、そうですね。それも一個の手としてはあると思うんまあ、子ですけど。供ならではの作戦なんですけど、そうすると、4人しか動けなくなっちゃうから、まあ、うん、残念そながら、うなんです。負けちゃったんですけど。はい、そう。結局、数も数えないといけないので、そうですよね。5対4になるときね。にどうかっていう問題も出てくると思いますね。ね、そんなね、ちょっとね、ことを今思い出しました。はそうなんです、そうなんです。ああ、でもね、こうね、バスケットを通じて、こうね、プレイだけじゃなくて、こう人間教育もね、力を入れていらっしゃるということなんですけども、今のこのね、教えて塾の今後の、なんか目標とか、狙いとか、その辺をなんか語ってもらってもよろしいですか?そうですね、もうそろそろ。このバスケットスクール開校して1年になるんですけども、おお、1年、はいはい。はい。まあ、もうしばらくはやっぱりバスケット5対5の地域の普及っていうものと、あとは、今基本月金でやってるんですけども、土日空いた時間で、おお、はい。やむを得ない事情があってスクール通えない子だったり、はい。そういう人たちにも、まあ僕がもともとやっぱ経験した、プロで経験したものを伝える場として、部活だったり、クラブチームに、なんていうんですか、出張クリニックみたいな形で、出るっていうものも同時にやってますので、ああ、そうなんですね。そこを広げていきつつ、やっていきたいなと思ってます。で、あとまた、これすごい数は少ないんですけども、講演会ますので、講演会。もう先ほど、もう言ったんですけど、僕、怪我もすごい多くて、ああ、なるほど。選手としての、その一番いい時期も、一番苦しい時期も、いろいろ経験してきたので、そういう経験とかも伝える授業っていうのも、土日に合わせて、だったり、まあ、月曜、午前中は基本空いてますので、どうにか組み込め、学校行事に、ああ、なるほど。ようにやっていきたいなと思ってます。ああ、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。怪はい。我をね、やっぱしないって、まあね、つきもんだとは思うんですけども、極力こうね、軽症で済むようなそうで形す。でね、やっぱりね、で、長くやっぱり続けてほしいですもんね。はい。まあ、怪我した時どういうふうな感なじ、るほど。ないというか、カウンセリングみたいになっちゃうんですけど、ああ、なるほ徹ど。底的にどういうふうにやっていったかっていう体験談も話して、伝えていくなと思ってます。なんか今、その話聞くと、こうね、バスケットの話が中心になったんですけど、こう他のスポーツでも、怪我したときにどう、こう対処していいのかっていうところも、なんか、引き合いが出てくるのかななんて、今、ちょっと勝手ながら思っちゃったんですけども。そうですね。本当、怪我してる子を見ると、スポーツ関係なく気になっちゃうので、なるほど、なるほど。帰っていければなとは思います。ね、また怪我をこうね、しないためにどうトレーニングしていくのがいいかとそうでか、すね。はい。まあできるここ。よね、こう、バスケットにやってほしいっていう思いもあるとは思うんですけど、どのスポーツでもね、共通するところなのかななんて今ちょっと聞いてて思った次第です。なるほど。で、そうなんです。実はね、そうこうしてるうちに、このラジオ番組も、もうあっという間に、ちょっと終わりが近づいてきまして、そうなんこですね。れ、はい。ありがとうご早ざいいんます。ですよ、もう。皆さん言うんですけども、早いんですよ。というまで。で、貴重な、ね、時間をね、いただいてはおるんですが、最後にこのバスケットに対する思い、これだけは伝えたいというのをちょっと最後にお話しいただいて、この番組を締めたいと思いますので、じゃあなんか最後に一言、これだけはちょっと伝えたいということを改めてお願いできたらと思います。はい、わかりました。そうですね。本当に、バスケットを通じて、バスケットの楽しさを知ってもらうことももちろんなんですけども、まあ、バスケットも上手くなってほしいというものよりも一番はやっぱり人として、どういう人間になるかっていうのをバスケット
通して学んでいってほしいなと思います。本当、バスケがただうまいだけじゃ、誰も応援してくれないですし、そうじゃなくて、バスケットを通して、仲間とどういうふうに関わり合えるのか、どうすれば自分というものを知ってもらえるかっていうのを、バスケットを通して、人間的に大きく成長する場として、僕が今、開校してるトライエラーリトライバスケスクールっていうのがありますので、はい、そこを一度体験してほしいなと思います。月曜日は、宜野湾市の大蛇名小学校でもやってますので、おお、いいの番で、はいはい。はい、一度、僕の、SNS、インスタグラムやホームページもありますので、そこから見ていただければ幸いです。はい。もう本当にバスケットを通して、本当、動くことで脳を刺激して、そこから生活が良くなるようなスクールを目指してますので、興味あればぜひ、覗いてみてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。この下にホームページ、インスタグラムはありますので、動画で見られる方、あとラジオで見られる方は、後日これ、YouTube でアップ、いたしますので、FM ギノワのホームページにも、この動画がアップされますので、この下にリンクを貼っておきますので、近所さんのそのスクール、ホームページですかね、見ていただけると幸いでございます。はい。はい。そんな形で、じゃあ、この番組は、今週、終わりにしたいと思います。はい。金城さん、今週、お越しいただきまして、どうもありがとうございました。ありがとうございました。え、じゃあ、視聴者の皆様、また、引き続き、よろしくお願いします。じゃあ、今週はここにて終わらせます。では、失礼します。